東西南北ボキタッシャン。はい、ということで、今日はですね、現環境最強デッキ5つチャンピオンなしバージョンで今日は紹介していくんですけども、まあ多分みんなチャンピオンなしの方が見たいかなということで、まあチャンピオンありとなしで分けました。はい。ということで、1つ目、迫撃デッキですね。まあキョスキ迫撃なんですけど、まあキョスキ持ってないよって人は、まあバルキリーでも勝つね。うん、縦線も、まあスケでいいし、まあコウモリも別にファイスピとかでもいいよ、全然。まあ何でも OK ですね。まあ正直迫撃が強いという感じですね。で、まあファイボもポイズンでいいし、まあ、割るとも雪玉でもいいかな。うん、別にそこら辺はまあ、レベル合わせてもらえればなっていう感じですね。まあ、鳥も迫撃が強いっていう感じですね。まあ、でも俺は多分、キョスケ型が一番強いかな。だから、キョスケ持ってる人は、まあ、キョスケ型使っていただければなっていう感じ。キョスケはマジで強い、正直。キョスケが強い、キョスケマスケの形が強いから、まあ、持ってる人はキョスケ使った方がいいよねっていう感じ。うん。まあ、でもね、多分持ってない人もいるんかな。まあ、もしかすると。まあ、でも、正直ね、まあ、多分、次のシーズンまで、まあ、下方されないんで、まあ、正直、まあ、今、ほんと、上げ毒やと思う、正直。キョスケは上げ毒やと思う。ほんと、まだ下方もないから、まあ、トロ上げたい人は、まあ、まあ、ちょっと課金してでもいいから、キョスケ上げた方がいいよ、ほんとに。まあ、そんなレベルで、マジで、まあ、キョスケやつですね。よろしく。まあ、ヘイマスキットはね、あれですね。エレジャイの人ですね、エレジャイ。エレジャイの民なんで、多分おそらくね。まあ、エレジャイがめちゃくちゃうまいんですよね。エレジャイか、まあ、バルーンですね、おそらく。まあ、これはエレジャイですね。まあ、なんで、まあ、D が飛ばしておいてあげて、まあ、エレジャイはまあ、ミスらなければみたいな感じなんで、オッケーオッケーオッケー。うん。で、まあ、ただ、ここの受けがちょっとめんどくさいと。はい、ここ、まあ、キョスケから行ってあげて、まあ、ただ相手ね、このスケがあればね、めっちゃいいんですけど、スケないからな、ここのちょっと、ゴブ折りがめんどくさい。折りがめんどくさいですね、めちゃくちゃ。折りめんどくさいんで、はいはいはい。しっかりやってあげて、まあ、迫撃は立てなくていいっすね。うわ、やばい。やばいの来た。やばいの来た。こういう時に、ファイブあるといいよねっていう。こういう時にファイブあるとね、マジでね、便利、本当に。ポイズンだと、まあまあ、ああ、なるほどね。はい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 。びっくりするわ、今。もしかして寝たと思ったけど、トルネあった、そういえば。まあ、トルネ切ったんで、まあ、することないんですね。ここを丸太切ってあげて、まあ、そうやね。これ、ケツマするか、ケツマしてあげて、で、相手ワンチャン、まあ、ライト来るかな、みたいな感じ。ライト切ったら迫撃行きます。ライト切ったら迫撃行くけども、まあ、切らないんだったら、はい、切りましたね。あなた、切りましたね。言うて。で、そうすると、今、エレジャー置けないんで、相手ね。エレジャー置けないタイミングなんで、はい。で、ワンチャンマザネック来る、これ。ワンチマザネック来る。あー、なるほどね。はいはいはい。はいはいはい。それいいっすね。めちゃくちゃ。まあ、ただ、相手、キョスケがね、多分めんどくさい。これ、キョスケめんどくそうっすね。インドラ切ってるんで、まあ、キョスケはめんどくさそうですね、これはね。はいはい。それ切ったら、まあ、ここのね、D がフリーで殴れるよね、みたいな。これ多分ね、バックハマで当たると思うんで、なんだっけ、ゴブ折りに。でもなんかゴブ折りの位置怪しいな。怪しいな、これ。うわつ。いやー、なんか怪しくねだいぶ怪しくないこれ。怪しいなー。これ一発入りそうやな。バスケで応急処置いっとくか。でんしといてあげて。まあ、さすがに相手もライト打てへんだもん、これ。エリクサーギリ打ったらカツカツなんで多分迫撃止まらん、相手。まあ、打たないだろうね。うん。まあなんで、まあ出すとしても、まあ迫撃は真ん中っすね、基本的に。基本的に真ん中がいいっすね。はいはいはい。やばくねそれ。美味しくねめっちゃ。めっちゃ美味しい。さあ、ここは、迫撃真ん中立てかな。真ん中立てでいいっすね。で、まあ、ワンチャンエレジ来る。はいはいはい。ここは丸太でしょれるな。丸太でしょれますね、これ。丸太でしょれるんで、はいはいはい。で、まあ、多分ここら辺で、まあ、ワンチャンエレジ来るかな、みたいな。ワンチエレジ来る。ワンチね。やばい、マスキの位置とんでもねえ、これ。マスキの位置が半端ない。半端ない、半端ない。いや、マスキの位置半端ない。これ、マジで。マジでマスキの位置が半端ない。けど、まあ、多分大丈夫。多分大丈夫。これ、爆破で全部飛ぶっしょ。爆破で飛ぶんで、はいはいはい。いやー、ただ、マザネクがちょっとめんどくさいと。マザネクがめんどくさいです。はい。まあ、ただ、ここは、マスケじゃなくて、キョスケ強くて、うわー、やだわ、それ。めっちゃやだわ。そのインド強すぎるわ、マジで。でもね、これ、インドだけじゃ入るよ。やばくね入ったくねそれ、多分。いや、ザーン行くわねー。まあ、これがね、キョスケの強いところなんですけど、インドだけじゃね、守れないんですよ。これね、もう俺知ってるんですよ。何回見たか。インドだけじゃね、守れないんですよ。まあ、事故るんですよ、インドだけじゃね。で、まあ、ちょっとコウモリがね、マジマザネク無双の原因に入るんで、ちょっとそこがね、怖いっていう感じかな。ちょっとね。で、まあ、ここはしっかりマザネク来るんで、はい、ここはファイブをかましてあげて、はい、速攻出しつつの、はいはいはい。これ縦線かな。縦線応急措置。まあ、多分大丈夫。多分、まあ、そんな入らないの。OK。OK。全然いいわ。そんなやったら全然いいわ。で、まあ、こっち流して、まあ、相手、まあ、ゴール前切ってるから、まあ、多分ないと思うんだよね。そうだね。インドかな。まあ、インドなんで、ケツマス消し上げて、はい。まあ、あとは、まあ、合わしてたら、まあ、多分基本勝てるんで、まあ、こっからあんま負ける未来見えないんでね。まあ、キョスキ合わせつつの、みたいな。白液はマジエレジャーに相性いいんで、マジでね、まあ、こういう意味で環境的にマジで白液は強いんだよね。本当に。で、まあ、ここは白液立ってあげて、まあ、ただゴール内がちょっとめんどくさい。いや、突進切ってくれる分には正直めちゃくちゃ多いしね。で、まあ、それやるなら、まあ、コウモリで守れますよねっていう。コウモリで守れるし、なんならまあ、それ切ったら、これマスケピンピンするよね、みたいな。トルネ切ったら、まあ、こっちのね、形きついよね、みたいな感じで、はい。キョスケつけてあげて、で、まあ、なんなら白液まで行っちゃおうか。なんなら白液まで行ってあげて、はい。もうね、全部欲張りパターンよ。欲張りパターンいっちゃう、これ。はいはい。ファイボでノックバックやってあげて、ノックバックじゃないな。いってんな、普通に。いってんな。はい、これ丸太で、はい、しょれますね。これ丸太でしょってあげて、はい。で、あとは、キョスケでボディしとけば、多分守れるっしょ、これ、さすがに。さすがに守れそうっすけどね。はいはいはい。まあ、あと、725なんで、はい、あとは適当に5打っとけば、まあ、多分大丈夫っす。大丈夫。ああ、なるほど。まあ、それは時間がまあ、足りないんで、はい、ここ多分時間足りないんでな、あと17秒なのに、まあ、時間稼いとけば OK みたいな。まあ、インドラの事故だけですね。はい。しっかり回避してあげて、まあ、マザネクぐらいかな、空いてくるとしたら、まあ、キョスケ構えとけば OK みたいな。まあ、これはね、非常に神相性。うん、まあ、本当に今シーズンエレジャー多いから、マジで迫撃が強いんだよね。うん。まあ、ただね、まあ、マザネクやから、まあ、これ、ポイズンとかだったら、ちょっとね、話変わってくるかもしれないんでね。うん。まあ、マザネクがやっぱね、まあ、ちょっとコウモリ系とかに強いからね。まあ、そこの、ちょっとケアが大事かもしれないですね、っていう感じ。うん。オッケーオッケー、いい感じですね。はい、次、ネクスト、キョスケホグですね。まあ、ちょっと形は、まあ、変えてるんですけども、まあ、全然クエイクでもいいし、ファイバークエイクでいいし、まあ、ファイスピもアイスピでいいっていう感じ。まあ、ここも、まあ、ボムでもいい。うん、スケも縦線でもいいみたいな感じも、お好み。ただ、キョスケはキョスケですね。ここキョスケじゃないと弱いです。はい。普通のホグだと弱いです。はい。キョスケホグだから強いんです、これは。うん。だから、まあ、キョスケホグの形だったら何でもいい、正直。まあ、そのサブウェポンというか、まあ、他のね、役割も一緒なんで、まあ、キョスケ、マスケ、ホグの形さえしとけば、まあ、基本的にまあ、サブは何でもいいみたいな。結局、この形が強いからね。うん。さあ、来ました。ピュア。この人ね、まあ、ゴーレムの方なんですけど、まあ、ちょっと形はわかんないですけど、まあ、まあ、ちょっとキョスケをしっかり刺しつつ、みたいな感じですね。まあ、幸いにもファイボだからね、楽ね来ても飛ばせるみたいな感じ。まあ、でも、ゴルナイか。まあ、ゴルナイだったら、まあ、施設が濃厚かな、多分。折りがまあ一番濃厚かなみたいなところはあるんですけども、さあダッシュはこのタイミングかな、多分来るとしたら。そうですね。まあ、キョスケ合わせてあげて、エリババかってことは、多分施設ないですね、おそらく。まあ、おそらく施設の枠がまあエリババになってるんかな、おそらく。まあ、これは丸太でしっかりね、やってあげて、はい、いけまあ、突破はできないけど、爆破で、離れシステム起動と、OK、素晴らしいですね。まあ、これトルネあるんで、まあ、できるだけね、飛ばしたくないっていうのはありますね。ここファイスピから行きますか。多分、相手対応してくると思うんで、まあ、マスケ出しつつ、はい、そうですね。対応してくるんで、美味しい、めっちゃ。めちゃめちゃ美味しいね、はい。で、まあ、ここは、マスケで受けつつの、はい、ここは、はい、キョスケ合わしますか。キョスケ合わして、で、まあ、ダッシュのダダダってくるかな。ダダダってくるかもしんない。ダダダからのロリババか、うん、わかんない。まあ、ただ、まあ、ここに相手が、ライトニングか。はいはいはい。まあ、ライトニングだったら、まあ、オッケーっしょ。ここ多分ね、打ち勝ってくれるんで、爆破でね。まあ、相手がダッシュ切ってきたら話変わるけど、さすがに切らないと思う。うん。だね。まあ、なんで、ここ丸太切ってあげて、で、さっきみたいに、まあ、ファイスピーで、もう一枚探して、で、マスケで回収みたいなのが一番理想ですね。はい。はいはい、あ、ボンバーか。あ、ロリババ入ってないな、これ。ボンバーが、だから、ロリババ入ってないやつなんで、まあ、ここはマスケがね、マジでピンピンするね。これ、マスケがマジで強いね。マスケマジ強いわ。これ、マスケが無双できるんで、はい、ここもね、打ち勝ってくるんで、もうエリアドよ。エリアドがもう飛んでくる、マジで。エリアドが飛んでくるよ、マジで。はいはいはい。これもう全部いけるんで、これがね、この形は相手がきついと非常にね、はい、ダッシュ来るけども、ここ丸太で延命しちゃう。はい。丸太で延命して、これ、キョスケを刺しに行く。これぐらいになるとね。まあ、ただ、ここは入らへんな。ここはだから、もう一回受けてあげて、はい。で、相手が、まあ、5レ出したら、まあ、キョスケ行くみたいな感じでいいかもしれないですね。はい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 。ここはキョスケかましつつの、で、多分ここら辺かな来るとしたら、そうですね。来ますね。よいしょ。はい。なんで、ここで延命してあげて、多分もう1枚来るかな。そうですね。もう1枚来てくれるんで、まあこれは爆破で、これキョスケ回します。はい。これキョスケ回してあげて、はい。ディーンってね。ディーンってやってあげて、はい。まあただ相手はね、やってこないんで、多分ワンチャンこれに、まあライト打つかな、みたいな。ワンチャンライト打つ。ああ、なるほどね。端前来ると。はいはいはい。これは美味しいですね、非常に。これ高めかな、これ高めでやってあげて、で、まあ回しつつかな、ワンチャンライト来る、これ。ワンチャンライト来る。あー、取れねえか。オッケーオッケーオッケー。全然いいですね。全然いいわ。全然いい。これ多分爆破で飛んでくれるんで、はい。そうですね、爆破で飛びそうなんで、ここはね、でーんやってあげて、まあ、ここどうしよっかな。キョスケ出しつつのいきますか。キョスケ出しつつの、で、多分相手マスケから多分なんかやってきそうですよね、これ。ドンで切ってるんで、まあ、ここはね、多分ね、相手ね、そう、受けるんですけど、これ多分全部ハネハネシステム起動すると思うんですよ。多分起動するな、これハネハネシステム。さあ、いくよ。バコーン言うて、バコーン起動したんで、うわー、かぶったわ、めっちゃ、めちゃめちゃかぶったわ。これなんかダッシュしてきそうなんよな。ですよね。まあ、なんで、はい、ここは、キョスケカバーから、キョスケカバーから行って、いや、あのボンバー強え、マジで。このボンバー強えわ、ガチで。このボンバー、マジマッチョすぎてやばい。ガチで。これ、ルート強制とかされてみ？ほんま、飛ぶで、マジで、俺。飛んじゃう、マジで。ルート強制とかされたら飛んじゃう、マジで。さすがにね、さすがに信じてるよ、俺は。でーん、やってもろて、はいはいはい。まあ、ここは守れるか、普通に。はい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 。いいねー、いいねー、いいよ。さあ、そのボンバーの一発余計だよ。余計な一発もろたよ、マジで。余計な一発いただきました。今、なんと、余計な一発をいただきました。ありがとうございますよね。で、まあ、これワンチャンライト来る。ワンチャンライト来るから、そうだね。ここはしっかり、爆破があるんで、守りたいですけどね、爆破で。よいしょ、いいね。さあ、これ一発入ったんじゃない相手、ワンチャン。一発入ったんじゃないこれはファイボで、おかんと一発しとかんとなんかやばそうやな、これ。ファイボでやっとかな、多分やばそうなんで、はい、しっかり、これ、キョスケ合わしつつの、まあ、爆破でしょってあげた身はあるんですけども、はい、爆破で多分これ、綺麗にしょれるんじゃないドガーンと。で、まあ、そんなやろうもんなら、ホグが止まんないよね、みたいなね。そうですね。相手今、トルネ切ってるんで、まあ、ここのホグがきついと。はい、そうですね。はい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 。で、あとは、まあ、高めにユニット出しとけば、まあ、OK でしょう、みたいなね。はい。はい、ドガーンとね。で、あとは、マルタファイボかな。ジジ、マルタファイボで。まあ、こんな感じで、まあ、ゴレもね、全然勝てるんすよ。普通のクエイクデッキやったら、マジゴレめっちゃきついんすけど、こうやってね、勝てるんすよ。キョスケが強すぎて、もう相手はね、こう、なんていうユニット追加したら、もうキョスケの爆破で全部飛んでくんすよ。はい。で、トルネ切ろうもんならホグ止まんねえよね、みたいな動きできるから、マジで、キョスケが強すぎる。おかしい、本当に。キョスケがやばいよねっていう話。うん。まあ、こんな感じでゴレもね、普通に勝っちゃうんすよね、意外とね。はい、次、3つ目。エレジャーデッキ。まあ、エレジーはね、ちょっとね、まあ、普通はチャンピオン入ってるんですけど、これがチャンピオン入ってない唯一のエレジャーデッキなんですけど、まあ、普通はここがね、ゴルナイですね。ゴルナイ型があるんですけども、それをエレスピにしたやつ、これがね、ちょこちょこ流行ってる。はい。まあ、回転くっそ速いですよ、これ。やばい、マジで。まあ、ここは、まあ、ライトでも、まあ、ロケットでも、どっちでもか、みたいな。正直、どっちでもいいですね。まあ、好み、賞味。ここはマジで好み。うん。好みなんで、まあ、俺は、まあ、ライトニングかな。まあ、ロケット、まあ、強いけど、まあ、ライトかな、みたいな感じかな。うん。まあ、さあ、来たよ。クラッシャー来た、クラッシャー。さあやっていきましょう。まあ、このデッキね、結構ね、まあ、2倍前のエレジ結構強くて、何が強いって、まあ、その、16のエレジがマジやばいんですよ。しかも、相手がこう、不意打ちで来るから、え、待って、どうしようみたいになるんですよ。え、待って、ミラーみたいな、はみたいになるんですよ。それで、え、待って、防衛できんや、みたいな、こういう感じで、まあ、相手がね、例えばね、こう、切るじゃないですか。やめろよ、ほんまに。オッケーオッケーオッケー。さあ、ここは、ボンバーであれやれたら熱いですけど、やれたら熱いね。やれたら熱いんですけど、さあ、破撃がどれぐらい残るかによって変わってくる。いや、だいぶ残ったな。だいぶ残ったな。これはちょっといけへんな。これで破撃が切れてたら、まあ、言ってたんですけども、いや、これ待って思うんだけどさ、いや、マジで、あれが強すぎ、なんだっけ。ほい。頑張れ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 。はいはいはい。頑張れ。はいはいはい。ボンバー？はい、ボンバー。はい、ボンバー。ボンバー頑張れ。ボンバー頑張れ。破撃マジ硬すぎじゃねっていう問題。でも相手ちょっとやりすぎたんじゃねっていう。ちょっとない。これやりすぎた説ない。相手それやりすぎた説ない。まあ、ここは多分普通にそう来ると思うけど、まあ、それなら全然良くて、はい、これもうミラーエレジーいきます。ミラーエレジーってあげて、はい。もうこれで相手はね、もうきついと。もうここミラーじゃない、普通にエレジスで2周目の。まあこれがね、相手はきつくて、で、なんならこれにね、はい、これやってあげて GG ですね。あとは、まあ、もうミラーあれしとけばいいか。はい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 、消える。さあ強いよ。強化されたエレジャー今はスキブじゃ倒せないよ、言うて。まあ、強化される前やったらスキブでだいぶ守れるんですけど、今やったらね、ほら、こんな残っちゃうんすよ。いや、まあ強えわ。ミラーエレジーでこっちに対応させてこっちできるっていう、そういうわけできるから、このミラーデッキがね、マジで変態すぎる。マジで変態デッキ、これ。マジで変態デッキだから、これ。使うやつマジ変態、本当に。まあでも俺はね、多分ゴルナイ入ってる方が強いかなと思うけどね。うん。まあでもゴルナイない人は、まあこの形かな。これやばいっしょ、マジでこの破壊力。ミラーがせこすぎるよね、シンプルに。シンプルにミラーがせこいんだよね、ガチで。ミラーがね、半沢を壊してるガチでね、半沢直樹でね、これやばい。でも逆サイワンチャン来る、これ。ワンチャン来るね。はいはいはい。はいはいはい。なるほどね。これは一旦、まあボンバーでしょれたな。ボンバーでしょれたな、意外と。意外としょれたな。はいはいはい。ここは大砲置いといてあげて。はい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 。で、まあ、こう、LSP かましつつの、ジンやっといて、はい。いや、これ、吹き矢やったら熱いよ。吹き矢やれないか、お前。お前はやれないか。吹き矢をやってくれないか。まあ、ここはちょっと迷い。迷いのこれで、はいはい。これでトルネ下げてからの、ですね。下げてからの、はい、これで、よいしょ。はいはいはい。しっかり俺、いや、エレジャーえぐくね？見た？お前、見た？今のみんな。みんな見た？エレジャー。こっち戻ってきたで、エレジャー。エレジャー戻ってきたで。ここはトルネ下げつつの、下げてあげてからのマスケかな。マスケで回しつつの、はいはいはい。で、LSP かな。LSP やっとけばまあ大丈夫っしょ。OKOKOK。さあさあさあ、あとはまあボンバー出しとけば OK みたいな。で、あとトルネもあるし、みたいな。はいはいはい。で、まあトルネ下げとけばいいや、みたいなね。OK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 。で、さっきのエレジャーの動きやばかったな。こっち来たよね。今、左折ったのに右側に寄ってきたからね。バケモン。まあ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 、OK でしょう。はい。じゃあ次は、待ってね、ちょっとね、一応これはね、大事。乾燥してるとはいえ、まあ、ちゃんとね、やります。はい。マスターはね、はい、こちら、キョスケバルーンデッキ。まあ、最近俺がね、めちゃくちゃまあ、使ってるデッキなんですけど、まあ、自作の北バルーン言うてるんですけども、まあ、これは強いね。まあでもこれは正直、まあ、キョスケじゃないとダメ。アイゴレだとめっちゃ弱い。キョスケだから強い。キョスケバルーンの、矢の雨だから強いですね。うん。さあ、来ました。キングストーム。なんか見たことあるけど、デッキは覚えてません。はい。まあ、とりあえずこのデッキ結構ね、まあ、その2倍後からが強いんですよ。2倍前マジで動けないんですよ、本当に。手札がね、ちょっと腐る、マジで。やゆきだから、ちょっと手札周りのね、管理がちょっと大事、めちゃくちゃ。まあ、なんかね、カードの切り方とかめちゃくちゃ大事なんで、まあ、難しいっちゃ難しいんかな。でも正直めっちゃ強いけどな。めちゃめちゃキョスケバルーン、俺強いなと思ってるんですけど、まあでも使い方はどうだよな。難しいかもしれないですね、キョスケがね。さあ、いかついですね、だいぶ。なるほどね。バルーンか。じゃあ、まあ、ラバルか。まあ、普通のなんかバルーンなんちゃらとかでも、バルーンなんちゃらってあんまバルーン単体全変気です。ラバルやったら、まあ、端前ラバするかもしれない。端前ラバじゃない。端前バルーンするかもしれないですけど。まだわかんないね。まあ、ここで一旦、まあ、咲かせるか。で、まあ、インドラとかあるんかな。うおー、ペッカバルーンきちゅー言うて。はい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 。ペッカバルーンか。なるほどね。ディガー入っててペッカバルーンって結構珍しいですね。大体まあランバーとか、まあ入って、まあフリーズでご了承みたいな結構多いんですけど、もうじゃあこれトルネとか入ってるんかな。ちょっとまだわかんないな、これで。これで何出てくるかわかんないです、本当に。マジ全然わかんない。まあこれ来ないんだったら、あ、なるほどね。はいはいはい。来ないんだったらよ。来ないんだったらよ。これね、もう、いっちゃおうか、これ、普通に。はい。ほい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 。延命仕上げて、と思ったけども、なんかちょっとやばそうやから、矢なめ切っとこう。これ、早めに矢なめ切っといて、はい。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー。で、まあ、雪かなと思ったけども、ちょっとまずそうだね。ちょっとまずそう。相手ザップ持ってたら罪っすね、これ。罪っすよ、罪。ちなみに罪ね、言っとくよ。はい。危ないよー。はい、危なかったよー。はい、危なかった。いや、それは美味しいけども、まあ、これはマスケやるんで、多分マスケって多分守れると思うよね。多分マスケ守れたはず。いや、初速早まったから分からん。いや、守れるわ、全然。全然守れた。オッケーオッケー。オッケー、いいね。ロリババーか、ロリババー。ペッカー、マスケ、バルーン、ダークプリ、ディガー。ロリバオか、珍しいな、だいぶ。ここ、まあ、ケツ、キョウスケいきますか。ケツキョウ行って、まあ、行ってくるか。ここはバルーン行っちゃうか、そのまま。バルーン行ってあげて、まあ、ワンチャン端前来るかな。ワンチャンね。ワンチャン端前止めてくるかも。で、まあ、ここはしっかりね、やってあげたいですね。ここはしっかりやってあげたい。シャン、シャン。はい、ここは延命のところもしっかりね、やっていく。しっかり処していく。さあ、これは相手ちょっとだるいんじゃない？普通にだるそうっすよ、普通に。はいはいはい。ここは、まあ、これ出しといてあげて、まあ、爆破とあれでいけるんじゃない？さすがにオッケーオッケーオッケー。いや、怖いね、だいぶ。だいぶ怖かった、今。はい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 。はいはいはい。いや、これね、ギガー来るかな、ワンチャン。読まれる？オッケーオッケー、読まれない。いいね。これ、共有するから一発入ってもいいっすね、別に。あ、なんなら入らんかったわ。逆性が入ってるからなーっていう感じ。まあ、ここ、もう行っても行くか、行くか。とはいえ行っちゃうか、これもう行っちゃうか、普通に。はいはい。いや、マスキ入ってる。熱っ。熱っ。これ、逆性行くね。見てて、行くよ。逆性行くよ、これ。はい、じじい。いや、これ GG じゃね？この相手のマスキリッチやったっしょ、さすがに。バゴーン、バゴーンと。バゴーン、バゴーン入っていくよ、もう。バゴーン、バゴーンいくよ、バゴーン、バゴーンと。はい。完璧ですと。はい。まあ、今の相手のマスキリッチがちょっとね、やってたね。うん。あれ、雪玉でファンってできるんでね。あの位置とか、基本的にファイボとか、まあ、雪玉とかでいかれるんでね。まあ、マスキ出すのはね、やっぱ注意したいところではありますね。うん。さあ、ラスト、こちらですね。キョスケロイジャイ。こちら。このデッキがね、まあ最近はなんかザッピーより、まあゴーストが結構、ゴーストライトがね、まあ流行ってますね。めちゃくちゃゴーストライトが多いかな、まあ個人的に。まあザッピーでも、まあ全然勝つね。でもまあゴーストの方が強いんじゃない今やったらね。ゴーストライトかな今やったらね。うん、まあアチャクイなしなら、まあこの形が一番ベストだと思う。今めちゃくちゃ流行ってるからね。まあということで、まあラストいきます。はい。まあ多分みんなね、思っとる。あれキタシちゃん全部キョスケ入ってね、嘘です。はい。全部は言い過ぎっすけど、まあでも、まあ LG 以外キョスケ入ってるんですけど、まあ正直キョスケはぶっ壊れですね。はい。チャンピオンなしだったら、まあキョスケ入れるべき。マジで。キョスケが壊れてるんですよ。本当に。もうチャンピオンぐらいキョスケは壊れてるんで、まあ本当にね、まあそれぐらいキョスケがやばいってことでしょ。マジで。お、来た！日本人来ました。サキラン。なんか見たことあるけど、多分白液の人だと思う。なんか白液でめっちゃ昔上がってるな。クエイク白液ロケホンのやつでなんか昔めちゃくちゃ上がってた気する。気のせいわからんけど。多分トルネ入ってんだよな。だから多分トルネ入ってる気する。だからこれにね。いやー、緊急されるの痛いけどな。まあ、正直しょうがない。受けなかったしな。だからキョスケから言ってあげて。まあ相手がどうするかみたいなところなんですけど、ロケホンやったらめんどくさいな。いや、キョスケ。いや、キョスケ。なんやそれちょっとよくわからんけど、まあ、ここ行っちゃおうか。キョスケロイジャイでもうルートキョスで決めたらいいみたいな。あ、なんならそれ。あー、なるほど。やっぱロケ砲入ってますね。ただ、ロケ砲がね、マジでね、ほんと嫌だわ、マジで。ロケ砲嫌だわ。はい、ロケ砲が嫌ですわ、ガチで。おいで！オッケー、ナイス、おいで。いいね、これロイジャイ入るね。さあ、バチコリ？さあ、バチコリケイチいっちゃうよ。バチコリケイチ入ってる。はいはいはい、いいね。さあ、ここはゴーストで消えて、あいつまでショットしたら偉い。偉い。あー、偉い。いやー偉いわ。偉いわ。これ消えてなんなら一発入れたら偉い。いやー偉すぎるお前。お前そのゴースト、偉すぎる。まあ粗品さんも言ってるわ。偉すぎる。まあここは、まあキョスケから入りますか。キョスケから入ってあげて、まあハゲだって器用もんならね、美味しいめちゃくちゃ。美味しいわ、マジで。マジで美味しいわ。これもハンターかな。これハンターで、後から処理してあげて、で、はいはいはい、ここはまあトリトンで処したいな。トリトンで処してあげて、よいしょ。はい。お前、ガチか。でも、ハンターが、よいしょ、処してくれるんで、まあ、ここはロイジャー行きたいね、めっちゃ。めっちゃロイジャー行きたいわ。行きたいけど行けなそう。ここ行けないな。ここ行けへんのちょっと渋いわ、めちゃくちゃ。めちゃめちゃ行きたかったけどな。正直気持ちはめっちゃ行きたかった。けど行けなそうやから、はい。ゴーストでタゲ取って、ワンチャン丸太くる。だよね。いや、いらんかったー。これ焦りのキョスケっすね。マジで。いらんかったー。いや、ミリ残ったんだよね、今。マジで。ミリ残ったからなー。ガチいらんかったな、今の。いやー、強えわ、ガチで。はいはいはい。いやー、ロケコがね、マジ無双するわ、ほんと。ロケコめっちゃうぜえわ、マジで。ロケコうざすぎてやばいもん、マジで。ロケコうざすぎてやばいもん、マジで。これワンチャン LSP で飛んだら偉いぞ、マジで。いやー、ゴミやわ、マジで。マジでゴミやわ。ゴミとか言ったらあかんけど、ほんまに良くない。ほんまにな、そのロケ砲がね。よいしょ。何のトルネかわかんないけど、あれなんか言ってないな。まあ、言ってないけども、もうゴリ押しちゃう。俺以外になるとゴリ押しちゃう。はい、これでしょ？それでしょ？はいはいはい、これやればいいし、キョスケ来ても、うわ、回された。バーン！回してきたな。相手うまいな。ちょっと待って、ワンチャンいかれそうやな、こっから。全然ワンチャンいかれそう。一発？あ、でかい。ナイス。ナイス一発。いや、この一発ね、マジ来世まで届ける俺。はいはいはい。ここはもう今日行っちゃおう。行ってあげて、はい、このまま行ってあげて、まあ多分 LSP 飛んだら、まあスケとか出したいんじゃない相手、そうっすよね。出したいから、はい。ここは多分真ん中にそう来るかなと思ってた。はい。なんでハンター出しつつ、はい。ボンってしてあげて、ボフボフボフはい、いいですね。ここ今日続けかな。ケツ。ケツ今日してあげて、はい。で、うわマジか。いやでもこれ範囲攻撃できそう。ドン、はい、熱い。でまあここはトリトンで引っ張りつつの、はい、よいしょ、はいはいはい、ここは LSP かな。 LSP でちゃんってしてあげて、はいはいはい。いやー、ここはもうライトでいいんじゃね。これはライトっしょ。これはもうライト削りですね。ここまで来たら、まあライト削りみたいなとこある。あとは、まあライト、おっと、キョスケが暴れてるね。トルネキル、あ、一発入っちゃったね。あ、ジジ。こんなんで終わるのなんかあれですけど。まあ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 、オッケーでしょ。まあこういう施設持ちに対しては、まあ基本的にキョロイが強いんですよ。マジで。キョスケロイジェが強いから、まあ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 オッケーでしょ。まあ今のはちょっと相手のなんか事故ってたけどね、キョスケの石がね。まあでもとはいえ、あとライトニングと、まあなんか2周か丸太かなんか打っとけばまあいけそうでしたけどね。うん。まあということで、まあ現環境5つ、紹介させていただきました。はい。まあちょっとキョスケが多いっていうね、まあ要望あるかもしれないですけど、まあこれとか、これに関してはまあバルキリーでもかわすね、正直ね。まあでも他はね、まあキョスケの方が強いかなっていう感じ。まあキョスケが本当に今壊れてるから、まあ本当にね、まあもうどうしてもっていう人はもうしゃあないと思うけど、まあもう本当にね、まあスーパーレア余ってて優先できるとかやったらマジキョスケ優先した方がいい。マジで強すぎるから、本当にね。まあということで、よかったら皆さんね、参考にしてみてください。はい。ということで、よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、また次の動画で会いましょう。バイバーイ。